国分寺有機材料工学科3年生のベトです。山形大学は科学が強くて、私も科学が好きですので、山形大学は自分に合うかなと思って選びました。日本語学校で科学、物理、数学3つ科目集中して勉強しました。日本語で勉強したんですから、ちょっと辛かったです。もしわからないことがあったら、インターネットで調べたり、日本人の先生に聞いたりしました。実験は実際に手を動かして勉強したことに関して実験しました。実際に手を動かして観察して、それが何で起こったのか自分で考えて、その点が一番面白いことだと思う。実際に木戸先生研究室に行って、たくさんの設備が揃っているので、研究すれば役に立つと思う。木戸先生は世界で一番有名です。 GTEL や最近UPEL 睡眠にも良くなるという研究が出てきたんですけど、でも勉強できれば国に立てるんじゃないかと。UC サークル入っています。そのサークルはみんなが毎週月曜日と木曜日12時から1時まで集まって、起こったこととか喋っています。2年生から大学院生まで、いろいろ台湾人もいますし、中国人もいます。いろんな国から来た人がいます。土日授業がない時にほとんどスターバックスで友達と喋ったり、イオンでウィンドウショッピングしています。それ以外は山形県以内の綺麗なところに行っています。例えば銀山、温泉、蔵王、山寺とか、いろいろな綺麗なところに行っています。他にもサッカーグラウンドでベトナム人と一緒に行っています。米沢に来る前に何もないかなと思ってたんですけど、実際に行ってからお店がいっぱい、イオンとかもスターバックスとかもありますから、何も手に入れられることでびっくりしました。これからの試験は人生の中で一番大事な試験なので、みんなぜひちゃんと一生懸命に頑張ってください。